プラスコンビネーション。たまにはかっこいいとこ見せないとね。頭の悪そうな相手だわ。神が近いからよ。なるほど、同類だと思われてるのね。ネプちゃんいいなぁ。私の方が先にお世話してたのに。私もすっかりヒットポイントゼロだよ。一晩寝て回復しないと。
主人公自らネタバラシってのもあれだし。で、イースン、もっと悪い方ってのは？向こうの私から連絡がありまして、今も保留状態でお待ちいただいてるんですけど。大きいイースンから？それがどうして悪い話なの？あ、もしかしてお説教？なんで、最近は私結構真面目に頑張ってたよ。違います、そういうことではなく、その、だったら何？もったいつけないで早く教えてよ。それがネプチューヌさんが。私が向こうの世界に帰る手はずが整ったと。ネプチューヌが向こうの世界に帰る。はい、言われた通り屋外の広い場所に出ました。はい、ネプちゃん、本当に帰っちゃうの？え？その…仕方ないでしょ、ネプチューヌはもともと別の世界の子なんだし。やだよ、ネプちゃんがいなくなったら寂しいよ。ブルル、私もすっごく寂しいけど、でも、帰るならさっさと帰りなさいよ。私たちはリーンボックス、そっちの対応で忙しいんだから。この場面であまりひねくれすぎたセリフはさすがにどうかと思うわ。ノワール、ブラン。はい、では音声をそちらにお預けしますね。お待たせしてしまい申し訳ありませんでした。ようやくネプチューヌさんが帰還するための道を作ることができそうです。これもそちらの世界でネプチューヌさんが頑張ってくれたおかげです。いや、それほどでも。では早速道を開きますので、そのままお待ちを。あのさ、イース。はい、どうされました？もうちょっとだけこっちに残っちゃダメかな。ネプちゃん、私まだこっちでやり残したことがあってさ、そういうのをほったらかして帰るのって主人公っぽくないでしょ。そっちにはネプギアとか他のみんなもいるんだし、もう少しくらい私がいなくても。ですが、こちらの世界でのネプチューヌさんのシェアは日増しに減少しています。帰る機会があるという保証はどこにもないですよ。そうなんだ。でもそのネプちゃん、ごめんね、わがまま言って困らせちゃって。でももういいよ。いや、そんな、ブルルンが謝ることは全然ちっとも。ネプちゃんにはネプちゃんの世界があるんだもんね。待ってる人がいるんだもんね。だから私寂しいけど我慢するよ。逆に生成するわ、うるさいのがいなくなってくれて。まああんまりうるさすぎたからほんのちょっとだけ寂しく感じることもあるかもしれないけどね。ノワール、私も
騒がしいのは苦手だけど、あなたのことは嫌いじゃなかった。短い付き合いだったけど楽しかったわ。ルダンまで、みんなにそんなこと言われちゃったら、さすがの私でも泣きたくなっちゃうよ。ごちゃごちゃやってるの？あ、いや、向こうでなんかあったみたいで。向こうで？もう、せっかくの雰囲気が台無しじゃない。ちょっと見せてみて。で一度経験したような。誰か誰かどいてくださーい。そうそう、思い出したわ。あの時も上から声が聞こえてきて、それでネプチューヌが、あ、いただだだ、ネプギアだ。嬉しいは嬉しいんだけど、この状況は、なんということでしょう。一回しか使えない道だったのに、ネプチューヌさんだけでなくネプギアさんまで。なんか乾いた笑いが出てきちゃったよ。お姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん。分かったから、ちょっと落ち着こうか。なんかもういろいろとぶち壊しね。わー、その子がネプギアちゃんなんだ。あ、
はい、はじめまして。わ、本当にブラーさんそっくり。そっちの人は、あ、ブルルートさんですね。私、お姉ちゃんの妹のネプギアです。ブルルートです、よろしく。挨拶の前に、それそれ、私の下に何かあるんですか？人の上でいつまでものんきに喋ってるんじゃない！ごめんなさい。おお、今度はノワールさんだ。ノワールさんだじゃないわよ。なんなのあなたたち姉妹は。揃いも揃って狙ったように私の目に落ちてきて。まあまあ、逆に美味しいと思えばいいんじゃないかな。さすが安心と信頼のノワールブランドって感じだよ。あれは自分からフラグを踏みに行ったようなものよね。ノワールちゃんはうっかりさんだね。私が悪いみたいに言わないでくれる？ごめんなさい。決してわざと落ちてきたわけじゃなくて。わざとやられたらたまんないわよ。あの、皆さん、結構それどころではない状況なのですが。でしょうね。これからどうするつもり？わかりません。とりあえず落ち着いてお話をさせてもらえませんか？じゃあ教会戻ろう。子供たち起きちゃってるかもしれないし。そうだね、ネプギア行くよ。あ、うん、待って待って、こら、まだ話は終わってないわよ。だよこいつ。IF さんとコンパさんですか？うわー、かわいい。こんにちは。うん、こんにちは。私、ネプギアだよ。よろしくね。ネプギア？なんじゃですか？ブギャー！ブギャー！ほら、子供とじゃれてる場合じゃないでしょ。え、結局どういうことになったの？一人が一回通るのがやっとだったんです。なのでネプチューヌさんがこちらに帰ってくればそれで終わりのはずだったのですが。それはこの子が使ってしまったと。ごめんなさい。もうネプギアってば、普段はしっかりしてるのに肝心なとこでドジっ子なんだから。前にもちらっと見たけど、やっぱりネプちゃんよりお姉ちゃんみたいだね。まあ、またそれを言う？ママよく言われるんだけどさ。よく言われるんですよ、それ。和やかに喋ってんじゃないわよ。まったくこの姉妹は。安定しなさい。はい、今回は私悪くないと思うんだけどな。感動的なシーンを台無しにした。本来なら安心に値する罪よ。そこまで重い罪なの？今度は二人が通れるだけの道を作らないといけませんね。しかしこちらの世界にプラネチュールの女神がいなくなった状況を考えると、必要なシェアを集めるのにどれだけかかるか。ってことは、はい、もうしばらくそちらでネプチューヌさんとネプギアさんを預かっていただけないでしょうか？当然そうなるわよね。じゃあじゃあ、また一緒にいられるんだね。うん、なんだかんだ言ってこれもネプギアのおかげなのかな。そんな、ネ
フギアの誠意という表現の方が適切ね。そうですよね。まあ起きちゃったことは仕方ないわね。こっちに残る以上は今まで以上にしっかり働きなさいよ。あなたたち自身が向こうに帰るためにもしっかりシェアを稼がないといけないんだし。うん、これまで以上に頑張っちゃうよ。任せといて。私も頑張って何でもお手伝いします。では私はこれで。だいぶ長電話になってしまいましたね。また何か動きがあり次第ご連絡しますね。長く更新しすぎて疲れました。申し訳ありませんが先に休ませてもらいますね。お疲れ様。それじゃあこの件は一旦終わりにしてっと。目下のところ私たちがやらなきゃいけないのはリーンボックスね。まさかこの大陸以外にも国があったなんて。リーンボックス？それってベールさんの。しっ、その辺のことはもう言わないのがお約束なんだよ。そうなんだ、ごめんなさい。過去のご招待なんだし、私としてはとりあえず相手の顔を拝んでこようと思うんだけど、あなたたちはどうする？珍しく意見があったわね。罠の可能性もあるけど、その時は返り討ちにすればいいだけだわ。じゃあ決まりね。ほらプルルート、ネプチューヌ、さっさと準備して。え？私まだ何も言ってないけど。二人で決めちゃってずるい。どうせあなたたちに聞いても無理やりボケるか天然でボケるかのどっちかでしょ。時間の無駄よ。なっ、私の洗練された計算づくのボケを無理やりだなんて、あんまりだよ。ねえねえ、天然ってなに？人の手が加わっていない自然なままの状態であるということよ。おお、じゃあ私天然だ。まだこっちのこととかよく分かってないんですけど、私は何をしたら。グイー、あ、やめて、髪の毛引っ張らないで。やらよ、注射器本物じゃ。やーパンチみぞおちは叩いたらダメだよ。え、みぞおち、いいようにいじられてるわね、あなたの妹。ネプギアは怒ったり嫌って言ったりができない子だからね。だからあなたみたいな姉が育つのね。あー、ノワールちゃん、私いけないかも。え？どうしてよ。だってあの子たちのお世話しないとだし。それはそうね、ほっとくわけにはいかないし。そうだわ、そのネプギアって子に任せればいいじゃない。は？え？おお、なるほど、ネプギアなら安心だよね。何でも手伝うと言っていたし。そっか、みんなも懐いてるもんね。私お姉ちゃんと再会したばっかりですし、できれば一緒にいたいというか。わがまま言うんじゃないわよ、他に人がいないんだから仕方ないでしょ。それはでも。それにあなたネプチューヌと同じ世界から来たってことはまだ女神じゃないんだし。あ、そうなんですか。
いざという時、足手まといになりかねないわね。でもそこは前作主人公としての補正でなんとか。あ、でも前の時は主人公なのに地味とか普通とか言われてたような。だからこそここで最初の役目が子供のお守りとかになったらますます。キャーキャー、いつまでお話ししてるレフ。ミープギャー、早く勝負はよ。やーっきーくー。向こう爪を本気で蹴っちゃダメだよ。どこからどう見ても敵人よね。お守り程度なら多少のドジでも問題ない。それじゃあお願いするね、ネプギアちゃん。ちゃんとお土産買ってくるからね。いい子で留守番してるんだよ。あ、本当に